天才的な仕掛けの名前のキャラ参戦、藤崎雄介。本作の主人公ボッスンの愛称で呼ばれる彼には生き別れの双子がいた。そして彼のライバルである椿サスケこそが、その双子の兄弟だった。実は彼らの名前には二人が双子である暗示が隠されていた。雄介とサスケには、左と右で一緒になって人を助けられる人間になってほしい、といった願いが込められていた。さらに二人の名前の漢字には、助けるという意味があるなど、ファンを唸らせる仕掛けが用意されていた。矢神ライト、凶悪犯罪を平然と行う主人公のため、月という漢字をライトと読ませるという、現実につけられることはないであろう。キラキラネームの先駆けのような仕掛けがされていた。しかし皮肉なことにライトの活躍から、自分の子供にもライトのような名前を付けたいというファンが続出してしまい、作者の思いとは反した複雑な結果となってしまった。フェイト・テスタロッサ。彼女の名前のテスタロッサの元ネタは、イタリアに実在する自動車会社、テスタロッサから来ている。他にも本作に登場するキャラの多くは、名前の元ネタが国内外の自動車にちなんだものが非常に多いため、自動車オタクからはにやりとくるものも多いと言われている。